前段から中段の後ろまでぎっしり固まって3コーナーを迎えます。前は2頭並んでいます。8番山のファイト、9番リコーワルサー、2頭の差は首ぐらいで600メートル切りました。2頭がじわじわと後続を離しにかかる2馬身差、手が動き始めた長谷のパイロ、これに代わって上がってくる4番モジアナフレイバー、3番手に押し上げて前の2頭にも並んでくる4コーナーから直線です。前は8番山のファイト、9番リコーワルサー、外からモジアナフレイバー、3頭が並んだ、長谷のパイロ遅れた、今4番手、前の争い、粘る粘る山のファイト、外からモジアナフレイバー、間はリコーワルサー、3頭並んだ争いはわずかに出ている山のファイト、リードは体半分、また迫ってきたリコーワルサー、リコーワルサーが懸命に追ってくるが、山のファイトが先頭、外から長谷のパイロ2番手を伺う、先頭は山のファイト、ゴール。8番山のファイト、人気に応えました、逃げ切りました。鞍上は本橋幸太騎手。今の率直なお気持ちはいかがですか？まあ、ほっとしますね。はい、一番人気でしたからね。はい、レースを振り返っていきたいんですけれども、逃げを打つという作戦はこれは想定通りだったんでしょうか？いや、想定外ですね。それはね、やはり、内に行く馬いましたからね。はい、まあ、道中は折り合いもついてましたからね、まあ、そんなに速くもなかったし、まあ、4コーナーまで行ければあとはどの馬が来るかっていうのを見てるだけでしたけどね。はい、この馬の良さ強みというのはどうお感じになっていますか？そうですね、まあ、だんだんとその力をつけてきてますよね。はい、なんていうかな、ちょっと風格が出てきましたね。では、カメラに向かってファンの皆様に一言お願いいたします。今日は、たくさんのご声援ありがとうございました。次回の、ね、ダービーに向かって、精一杯仕上げていきたいと思ってます。鞍上本橋幸太騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直なお気持ちはどうでしょうか？そうですね、まずは一冠って感じですかね。はい、うちの馬が行くかなと思ってたんですけど、山のファイトもゲート出てくれたんで、まあ、変に抑えるよりは生かしちゃった方がいいかなと思って、結構仕掛けたんでちょっと負担にはなったと思うんですけど、やっぱ前回からの成長力もありまして、引っかかったり張ることもなく。この馬の良さ強みはいかがですか？まあ、オンオフがしっかりしているんで、最後ももう一飲み二飲みっていうところですかね。さて、クラシック1冠目を制覇しまして、ダービーへの期待も高まりますが、いかがでしょうか？担当している厩務員さんとか調教してくれてる小杉騎手がしっかり本当仕上げてくれるんで、まあ、僕が本番ミスらなければ、まあ、山のファイトが力は一番上だと思うんで、本当そこだけですね。はい、次が大一番なので、そこに向けてしっかりやっていって、まあ、いい姿をファンの皆様に見せられるように頑張りますので、ぜひ本場で山のファイトの姿を見に来てほしいなと思うので、ご来場よろしくお願いします。